さて、最初に Wii U が皆さんのお手元に届いたことをより具体的に想像していただけるように、この場で Wii U プレミアムセットの箱を実際に開封してみたいと思います。公式フライング開封の儀とでも呼ばれるんでしょうかね。実は私もこうやって製品の箱を開けてみるのは初めてです。それでは Wii U プレミアムセット開封の儀を始めます。よろしくお願いします。Wii U プレミアムセットの箱です。持つとずっしりと重いですね。重さ 4.25 キロあるそうです。 Wii は 3.67 キログラムだったそうですから、 Wii の時よりちょっと重く感じます。では開けていきます。ちょっと硬いですね。白い手袋とかするとちょっとマリオみたいですけど、中はうん、2段になってますね。ではまず本体、私も初めて開けますんで段取りがよく分かっています。はい、こちらです。本体につないで使います。次に小さい Wii U アダプターがあります。こちらは Wii U ゲームパッドにつないで使います。ですね、説明書、それからドラゴンクエストの Wii U ベータテスト登録証なんかもありますね。これは Wii U 本体を縦置きするために使う縦置きスタンドですね。はい、なんか通販番組みたいですね。ちょっと縦に置いてみましょうか。ここにはめて、ここにはめると、これはプレミアムセットだけについております。次に HDMI ケーブル、買うと意外と高いんですよね。標準でついております。ますます通販番組みたいですね。続きまして Wii U ゲームパッドの充電スタンドです。後ろに AC アダプター挿す場所がついていて、そしてWii U ゲームパッドを置いていただくと、これで充電ができるようになっています。そして最後にもう一つ Wii U ゲームパッドプレイスタンドっていうのがついています。これは置いていただくのは充電するのにゲームパッドを置いておいていただく場所で、これは手元にゲームパッドができて手元でプレイするところに使えます。だからプレイスタンドなんですね。スタンドに乗せてみましょうか。違うですね、失礼しました。
きれいに開けられませんでしたけれど、ご容赦ください。以上で開封の儀を終わります。ありがとうございました。